俳優の三浦春馬さんが18日、亡くなったことが分かった。30歳、所属事務所が発表した。俳優仲間の城田優は、TBS 系列で同日に放送中、音楽の日、午2時11時18分に出演し、クリーンの奇跡を歌うと目頭を熱くした。三浦さんの突然すぎる訃報。数多くの作品で三浦さんと共演している城田は熱い仲間との思い出が歌詞とリンクしたのか冒頭から目を赤くして登場。歌唱中はこらえきれず、うつむく場面もあった。舞台終えた後は、ただただ前を見据えていた。MC の中居正広は、いろんな思いが歌にこもっていますねと後を受けていた。SNS では、城田の歌唱に、もらい泣きした、いろんな思いを感じましたといった声が相次いだ。所属事務所のサイトは、三浦春馬に関するお知らせと更新。弊社所属の三浦春馬が、2020年7月18日に亡くなりましたと発表した。自殺とみられると一部では報じられているが、発表では、ファンの皆様、関係者の皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけしておりますが、詳細に関しましては、現在確認中であり、改めてご報告させていただきますので、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げますと、している。三浦さんは1990年4月5日生まれ、茨城県出身。1997年に NHK 庁の連続テレビ小説、アグリでデビュー。映画、恋空で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後、ドラマ、ブラッディ・マンデー、ボクセン等で一気に知名度を上げる。2017年には NHK 大河ドラマ、女城主事カトラにも出演。映画、君に届け、永遠の霊。進撃の巨人、銀魂に掟は破るためにこそあるなど多くの話題作に出演していた。